様、おはようございます。キスジャバーです。2020年の12月12日土曜日朝の6時5分ですね。今現在神戸の方におります。今からですね3号神戸線に乗ります。前回120番、121番でやらせてもらいました敦賀です。また敦賀行くのかよということなんですが、前回は舞鶴道全線ご紹介しますということでやりましたけれども、今回は、名神高速から北陸道に入って敦賀に行くというその一番オーソドックスなパターンでお伝えしようかと思います。オーソドックスかな。神戸にいるので舞鶴島から行ってもいいんですが、ちょっとだけ反対方向に走らないといけなくなるんで、やっぱりこっちの方がね名神北陸道ルートが正解なのかなという気もいたします。あとね、敦賀行くんであれば舞鶴道で行くパターンと北陸道で行くパターンと言いましたけれども、舞鶴道横川ジャンクションから0キロポストから行くんじゃなくて、しばらく名神なり第二京阪なり走りまして、京都縦貫道の綾部ジャンクションから舞鶴道を走るみたいな、舞鶴道だから途中から走る形ですね。あれがまたそこそこ15分20分中国道から行くよりはそっちの方が早いんじゃないかなと、まあ距離と時間とね測ってるわけじゃないんですけども、いつもだいたいそんなもんかなと目分量でそんなの思っておりますが、今回は名神で舞原ジャンクションまで行って、そちらから北陸道ということで敦賀までご案内いたします。でちょっと今まだ神戸なんで、京橋の手前ぐらいですね、神戸におりますので阪神高速3号神戸線を長々とご紹介しても仕方ございませんので、また西宮インター近づきましたら、改めて撮影します。ちょっと夜じゃないね、明け方6時9分ですけれども、まだ全然日の出はまだまだ先です。真っ暗ですということで一旦切らせていただきます。この先左からの合流があります、ご注意ください。再開します。2倍速でお送りいたします。阪神高速3号神戸線西宮出口23分です。西宮インター左方向です。左レーンをお進みください。名神2キロ、天ヶ崎西6キロ。1.5 キロ先、名神看板が見えてきました。名神高速は西宮が終点です。
西宮から名古屋の方ですね。左方向、名神高速、方面です。左レーンを進みください。名神、800メーター。飛行機の前、大阪空港。176キロ、6時26分規模ポストは 535.1 でした。535、これが愛知県名古屋の方に向かってどんどん数字が減っていきます。ちなみに名古屋までは500キロもございません。535の先0キロポストは東京の日本橋っていうんですか、あそこが0らしいです。名神高速自体は500キロの道路ではなく300キロぐらいかな、300もないかな。愛知県の一宮かあの辺りかと思います。春日井かなと忘れましたけれども、愛知県までです。一宮から愛知県のあの辺りまで、そこから先は、東名高速ということで愛知、静岡、神奈川、東京と東名高速に切り替わります。名神と東名高速合わせまして西宮から東京日本橋まで535キロということです。私の本日の車両は大型トレーラー896,033キロ走っております。もう5年以上経ってる、まあまあ古い車になります。今日のこの車はオートクルーズがついておりません。オートマなんですけれども、ね、オートマのトレーラーでオートクルーズはついてございません。名神高速速度の表示真っ黒になって出てませんが80キロかと思います。532キロポスト、北側には山手幹線が通っております。インターから何キロか南側に国道2号線、そしてさらに何キロか南側に国道43号線です。天ヶ崎インター出口 529.6 キロポスト、6時31分です。天ヶ崎インター入り口の合流、キロポストが529ちょうどです。6時31分変わらず。
ターからは阪神高速11号池田線ご利用になります。大阪空港も豊中インター 524.3 キロポスト豊中インター合流です。6時35分、524キロポスト吹田まで8キロ、京都まで44キロです。吹田まで10分、京都南35分、京都東が40分の時間読みです。豊中インターは阪神高速11号池田線、そして並行して走っておりますのが大阪府道の10号線、空港線と呼ばれる道路です。吹田市に入りました。522キロポスト吹田サービスエリアが3キロ、勝間川パーキングが31キロです。521.2キロポスト、6時38分、この辺り上り坂になっております。アクセル入れてください。この辺りで失速する車がかなり多く、千里山トンネル手前の辺りまで渋滞ができております。前方のトンネルが千里山トンネル、この辺りまで上り坂になっております。速度低下ご注意ください。千里山トンネル510メーター、サービスエリアまで1キロです。519キロポスト超えました。6時40分、敦賀まで159キロです。名神高速道路制限速度80キロです。吹田サービスエリア、こちらのサービスエリアは餃子や中華料理でおなじみの大阪王将という店が入っております。517.6キロポストで吹田サービスエリアからの合流、6時41分です。この辺りは下り坂、また吹田インター吹田ジャンクションにかけてもう一度上りになるかと思います。その辺りも、ぼーっと走られてアクセルを入れずに失速してしまうという、そういった渋滞がよく起こる場所です。この辺りからもう上り坂です。1キロ先に吹田インターと吹田ジャンクションがあるんですが、この辺りの上り坂しっかりアクセル踏んでください。失速渋滞がそっちに起こる場所です。まもなく直進方向京都方面です。516キロポストを超えました。6時42分、分岐まで400メーター、吹田インターの出口、そして吹田ジャンクション近畿道に分岐いたします。 515.4 キロポスト、6時43分です。すぐに吹田インターの合流、515キロポスト、敦賀インター出口まで155キロです。朝の7時前ということで、そろそろ日の出です。明るくなってまいりました。と同時に車の量、ご覧の通りかなり多くなってまいりました。しかし本日は土曜日です。平日ですとさらに、トラックや通勤の乗用車などさらに交通量が平日は多くなってございます。京都南25分、京都東30分、日東50分かな、ちゃんと読めませんでした。
513kmボスト6時45分茨城インターまで1km。先ほどの吹田インターでは大阪府道2号線中央環状線に吹田出口は出ますが、茨城インターは国道171号線に降りていきます。茨城インター出口 511.9km ポスト6時46分、すぐに左からの合流。 511.5km ポスト茨城インター入り口合流。111kmボスト大山崎15京都南23、京都南20分、京都東30分、立東まで45分です。立東を越えて舞原ジャンクション北陸道への分岐まではさらに時間がかかります。この辺り510kmボスト鶴ヶインター出口まで150km ちょうどとなっております。6時48分になりました。高槻ジャンクションまで5km です。高槻市に入ります。ジャンクションまで4km。高槻ジャンクションは新しくできました新名神高速道路、新名神で岡山広島方面に向かう車、神戸ジャンクション中国道の神戸ジャンクションまで行きます。神戸ジャンクションから山陽道中国道方面に行きます。名神ができるまでは京都の方から来た車が岡山広島方面に行くときにこの名神周りで来て、また中国道に入るのに中国吹田ジャンクションがそういった形で入ってたかもしれませんが、新名神ができたことによって2つのルートができました。渋滞がかなり緩和されました。高槻バス停です。バス停を越えますとかなりきつい上り坂、速度低下にご注意ください。およそ 1km 先、高槻ジャンクション直進方向、大津ゲージバイパス、京都縦断道方面です。高槻ジャンクションまで 1km です。5km ポストから高槻ジャンクション分岐が始まりました。6時52分高槻の出口、そして新名神への分岐がもう間もなく。高槻ジャンクション 504.5km ポスト6時52分、この先 2km、 今度は右ルート左ルートに分かれます。京都滋賀方面の方はどちらを通られても行けるんですけれども、なるべく右ルートで行ってください。看板ご覧になりますでしょうか。右ルートはこのまま京都市が方面、そして左ルートは大山崎インター出口、そして大山崎ジャンクションから京都縦貫道ケージバイパスをご利用になれます。普段は私も右ルート走るんですが、今日は大山崎ジャンクションを少しご紹介するために左ルートでご案内いたします。通常京都滋賀方面行かれる方は右ルートがよろしいかと思います。左ルートは大山崎ジャンクションで渋滞の可能性が非常にありますので、大山崎を越えて先に行かれる方は右ルートでお願いいたします。左ルート大山崎ジャンクションまで6km です。502km ポスト6時54分、大山崎ジャンクションと大山崎インターは左ルートからしかご利用になれません。右ルートからはジャンクションや出口ご利用いただけません。ご注意ください。梶原第一トンネルが 700m。
藤原第一トンネル上り坂です、失速にご注意ください。第二トンネルが 180m、 梶原第二トンネル、これを出ますとかなりきつい 5% の下り坂です。速度出過ぎますのでご注意ください。大阪府島本町に入りました。一等まで40分、大山崎ジャンクションまで4キロです。そしてこの辺り500キロポスト、東京まで500キロとなっております。東京に向けて数字どんどん減ってまいります。 499.8 キロポスト、6時56分、駿河インター出口まで140キロです。看板の方に左車線へと何度も出てまいります。大山崎インター出口、京都縦貫道、平治バイパス第二京阪、ご利用の方は大山崎ジャンクションということで左側に分岐していきます。左車線に準備していてください。このまま大山崎天王山トンネルが 2010m、 この天王山トンネルを抜けますと大山崎ジャンクションです。大山崎ジャンクションを通過して京都滋賀方面に進まれる方は右車線に移動してください。ジャンクションまで2キロです。天王山トンネルもしばらく上り坂です。失速、速度低下にご注意ください。トンネルの出口が見えてまいりました。この先1キロほどで大山崎ジャンクション分岐いたします。看板には 700m と出てきました。左にかぶしてきます車は大山崎ジャンクション、両サイドの車です。私はジャンクション通過なのでまっすぐ行きます。大山崎ジャンクション496km 超えます。 495.9km、 6時59分、7時になりました。左からの合流、大山崎ジャンクションからの合流です。 495.3km、 7時ちょうど、駿河インターまで 135km です。片側3車線の道路ですが、京都南第1出口を越えますと2車線になります。京都南6km、 京都東16km、 名古屋156km かな、名古屋だけ読めませんでした。長岡京市に入ります。94キロポスト、桂川パーキング3キロ、大津パーキング19キロ、草津サービスエリア20数キロ、読めませんでした、すみません。 493.3キロポスト、7時2分、桂川パーキングエリアが 2.2 キロ先にございます。京都南インター第1出口 4.6 キロ先、第2出口5キロ先です。向こう市に入りました。492キロポスト、7時3分。桂川パーキングまで1キロです。京都市に入ります。桂川パーキングエリア 490.7 キロポスト、7時4分、パーキングエリアからの合流、 490.2 キロポスト、7時4分、京都南の第1出口まで2キロ、第2出口が 2.5 キロ先です。第1出口を越えますとこの左、一番左の車線がなくなります。ご注意ください。
南インターはどちらも第1第2出口、どちらも国道1号線に降りていきます。京都市内に向かわれる方は第1出口がよろしいかと思います。第2出口は国山、八幡、枚方、あっちの方に、大阪の方に向かわれる方、第2出口がよろしいかと思います。京都南インター第1出口です。7時6分、キロボストが、キロボスト見てんな、488キロボスト左車線がなくなって、ここからしばらく2車線になります。そして京都南インター第2出口 487.6 キロボスト、7時6分、すぐに京都南インター入り口合流、487.4 キロボスト、77分で合流です。東インターまで 7.8 キロございます。京都東インターは、国道1号線がで、そのまま京都市内の方に行きますと五条に出ていきます。またその京都市内に入る手前ですね、京都市内というか京都東も京都市内ではあるんですが、京都外環状線が手前にございます。あと京都東インターからは、国道161号のバイパス、湖岸道路でしたっけ、補正道路でしたっけ、琵琶湖の西側を走るバイパスのような道路、しばらく、どこだろう、沼津とかあっちの方まで多分信号がほとんどなかったかと思います。京都東6キロ、大津9キロ、名古屋145キロです。484キロボスト、79分、敦賀まで124キロ、私の本日の目的地は敦賀、北陸道で敦賀インターまで行くんですが、京都東で降りて国道161バイパスを走って一般道で敦賀まで行くこともできます。483キロボスト、7時10分、敦賀まで123キロ、草津ジャンクションまで 17.2キロとかなり考えております。草津ジャンクションまでこの辺りから17キロほど、京都東インターを越えて12、3キロというところでしょうか、草津ジャンクションというのもございます。速度取り締まりご注意ください。東インターまで2キロ、東インターまで1キロです。国道1号線、国道161号線などに出れます。補正道路と書いてございます。一般道を利用して節約ルートで行かれる方は、京都東インターを出られて国道161の方にお進みください。同じように敦賀の方に行くことができます。京都東インター出口は 478.2 キロボスト、7時14分、478キロボストになりました。この先、左からの合流があります。ご注意ください。京都東インター入り口合流。滋賀県に入ります。477.7キロボスト、7時15分です。
加減の看板が出てまいりました。大津パーキングまで2キロ、草津サービスエリア10キロ、菩提寺25キロかな。大津市に入ります。大津インターはサービスエリア併設ですと書いてございました。2キロ先です。セミマルトンネル387メーター。大津トンネル430メーター。大津サービスエリア大津出口まで500メーター。475キロポスト、 474.9キロポスト、この辺り大津サービスエリア大津出口7時17分です。174.3キロポスト、7時17分、大津サービスエリアインターからの合流。草津ジャンクションまで 8.5 キロです。瀬田西4キロ、草津ジャンクション8キロ、亀山西ジャンクション、ちょっと下の方は読めませんでした。では出られませんと書いてございます。瀬田東インターでは出られません。そして刑事バイパスで行けません。ご注意ください。瀬田西インター、おそらくこれをご利用にならないと刑事バイパス行けないようです。470キロポスト、7時21分。瀬田西の出口です。 469.4キロポスト、7時22分です。サービスエリア3キロ、菩提寺パーキング17キロ、東南パーキング26キロです。 3.5 キロ先、草津ジャンクション、草津ジャンクションからは新名神に分岐いたします。豊田ジャンクションまで新名神で110分、名神経由130分と書いてございます。468キロポスト、7時23分、草津、サービスエリアまで2キロ、コンビニと書いてございます。草津パーキングエリア左手と出ております。1キロ先、草津ジャンクションまで 2.3キロ、草津サービスエリアです。7時24分、466.3キロポスト。草津サービスエリアはおそらくセブンイレブンですね。コンビニ、新名
名神ご利用の方は草津ジャンクション500メーター先左車線へ行ってください。名神の方は引き続き名神の方は右側から3車線目、私のレーンまでが名神です。新名神は一つ左。7時25分草津ジャンクション465キロポストで分岐です。舞原ジャンクションまで59キロ。草津ジャンクションからの合流が 464.5 キロポスト、7時26分です。この先、左からの合流があります。ご注意ください。こっちがジャンクションの合流か。一等まで5分、舞原ジャンクションまで45分、一宮まで90分、一等インターまで5キロと463.3 キロポスト。現在走っております一番左側車線は立東インター、あと 4.5 キロ先でなくなります。立東インターまで4キロ。
西地パーキングエリアです。452キロポスト7時36分舞原ジャンクションまで46キロ、鶴ヶインター出口まで 92.5 キロです。鶴ヶインターまでさらに1時間半ほどかかります。舞原ジャンクションで北陸道に入るまでに40分ほどかかります。
東海市まで5キロ、五島三山パーキング15キロ、440キロポスト、7時46分。駿河インター出口まで80キロほどです。舞原ジャンクションまで34キロほどです。
ないように意識的にアクセル踏んでいきましょう。後藤三山パーキングエリア、スマートインター出口3キロ、高サービスエリアが9キロと出ております。彦根インターまで 13.5 キロ、相原ジャンクションがその先 21.4 キロです。鶴ヶインターまで68キロを切ってきました。もう1時間圏内ぐらいまで捉えました。427キロポストで7時57分です。飛びが厚くて持てないですね、まだ。私の会社は、76キロ以上を出すと高速の速度超過になります。名神高速は80キロまで OK ですが、私の会社は76キロまでです。426キロポスト、7時57分変わらず。高山山パーキングエリア、スマートインター出口まで1キロ。425キロポスト、高山山パーキングエリアです。スマートインターもございます。 424.6 キロポストあたり、7時59分。3キロポスト、7時59分。加賀まで6キロ、湯吹まで26キロと出ております。424キロポスト、舞原ジャンクションまで18キロです。はい、8時ちょうど、暑さ2号、これを言いたかっただけかいみたいな。8時ちょうどで 423.2 キロポスト、23キロポストがこちらです。高良町に入ります。亀のマークでした。すごい、ベンチも遅いかな、これ長いかな。
216キロもしか86分飛行飯に入ります。飛行にあんかなんかがいいところですね。飛行飯場はまだ天守閣残ってるのかな。415キロボスト、お城も有名ですけれども、天守残ってるんでしょうかね。はい、彦根インターは国道8号線と306号線と2つのマークが出ております。1キロポスト、間もなく1キロポスト、舞原市に入りました。1キロポスト、8時15分、舞原インター入口合流です。北陸
の制限速度おそらく80キロ、神田まで3キロ、静ヶ岳24キロの回でございます。長浜8キロ、小谷城が16キロ、日の本22キロ、福井が102キロです。小谷城は、浅井、長政公というから浅井と書いて浅井という名前を出しますが、2キロポスト8時16分、戦国大名の、やっぱり有名な大名の城かと思います。滋賀県の長浜は豚骨ラーメンで有名な長浜ではございません。長浜市に入ります。豚骨ラーメンの長浜は福岡県博多、福岡市博多区長浜だと思います。新幹線越えまして4キロポスト8時18分、敦賀ジャンクションまで41キロ、神田パーキングです。 4.4 キロポスト8時18分、神田パーキング。5キロポスト8時19分、敦賀ジャンクションまで40キロ、敦賀インターまで41キロです。小谷城まで10キロ、熊本まで18キロです。舞原ジャンクションが0キロポストで、北陸道は少しどんどん増えていきます。今現在 5.9 キロポスト、敦賀6キロポストということです。敦賀ジャンクションまで32キロ、敦賀インターまで33キロです。記
下本までちょうど10キロぐらいですね。小谷城まで2キロ。小谷城はスマートインターのようです。 ETC 専用になります。ご注意ください。北陸道15キロポスト8時27分敦賀ジャンクションまで30キロ。敦賀インターが31キロ先、静ヶ岳パーキングエリア10キロ先、木の本インター8キロ先、小谷城スマートインターは国道8号、国道365号頑張っております。16キロポスト超えまして 16.1 キロポスト8時28分、小谷城スマートインター出口です。小谷城スマートインター入口 16.6 キロポスト8時28分です。17キロポスト岳サービスエリア4キロ、トゲパーキングエリア16キロ、シリーズが55キロです。22キロポスト8時33分、木の本両方と書いてました。スキー場があるあたりかな。国道8号線国道365号線の看板がございます。出口 23.1 キロポスト8時34分、静ヶ岳サービスエリアが2キロ、その先のサービスエリアが45キロ先の出てございます。 23.7 キロポスト8時35分、合流になります。サービスエリア全着脱場の階でございます。敦賀ジャンクションまで20キロほどです。8時35分、25キロポストを超えました。
25.3キロポスト地図型サービスエリア8時35分。26キロポストで8時36分でございました。敦賀ジャンクション19キロ、敦賀インター20キロ、福井が77、前敦賀99、27キロポスト、全着脱場が28キロポストになるようです。倍速で長時間お伝えしておりますが、聞き取れておりますでしょうか。もう終わるんで今更なんですけれども、ね、もしよろしければチャンネル登録で応援よろしくお願いいたします。2020年12月12日土曜日8時40分になりました。今日現在の私のクスジャガーチャンネルの登録者数228ぐらいかな、230まだ届いておりません。目標1000名応援よろしくお願いいたします。名神鮎原ジャンクションから30キロやってまいりました。敦賀ジャンクションまで残り15キロです。充電違うか、充電したら回らないか。残り15キロ持たなそうですね、電池がね。 iPod 聞いてる場合じゃないという。チェーン着脱場、左手広くなっております。 31.3 キロポストあたりにございます。チェーン着脱場、これより山岳地という看板が出てまいりました。はい、すいません、ちょっと指見えましたけれども、充電さしました。充電しながら撮るとね、温度はね、あの熱温度上昇でカメラが飛び出るんですよね。すいません、換気で窓開けさせていただきます。パーキングまで 5.5 キロほどです。敦賀ジャンクションまで 12.5 キロ、敦賀、インター出口まで 13.5 キロのところまでやってまいりました。杉津パーキングエリアまで 25 キロです。敦賀インターを越えたあたりに25キロ先に杉津パーキングエリアです。まもなく 33.3 キロポスト、8時42分。チェーン着脱場がございます。 33.7 キロポスト、小さめのチェーン着脱場が2カ所、 33.9 キロポストにも着脱場がございます。北陸道制限速度80キロです。ジャンクションまで10キロちょうど、 35.3 キロポスト8時44分です。敦賀インターまで11キロちょうどということになりました。 5% きつい下り坂が6キロ続きます。山風トンネル1320m、 山風トンネル内は 5% のきつい下り坂です。カメラで見ても下り坂わからないですよね。かなりきつい下り坂、速度ご注意ください。
1キロ、 37.4キロポスト、8時46分です。連続急カーブの看板、かなりきつい下り坂が続いております。トネパーキングエリア 38.3キロポスト、8時46分。8キロポスト、8時47分、トネパーキング合流、鶴ヶジャンクションまで6キロです。 5% のきつい下り坂、残り2キロです。鶴ヶジャンクションが6キロ、鶴ヶインターが7キロ先でございます。トネトンネル580メーター、着脱場、小さなやつがございます。 41.1キロ ポストあたり、8時49分、鶴ヶジャンクションまで残り 3.8 キロです。注ぎトンネル390メーター、ジャンクションまで 2.5キロ、舞鶴若狭道の小浜舞鶴という看板が見えてまいりました。 42.9キロポスト、2キロ先鶴ヶジャンクション、3キロ先に鶴ヶインター出口です。今城インターまで25キロほど、ここトンネル1160メーター、このトンネルを抜けますとすぐにジャンクションです。およそ1キロメートル先、鶴ヶジャンクション、直進方向、鶴ヶ国立公園です。トンネルを抜けました。鶴ヶジャンクション400メーター手前です。45キロポスト、 45.1 キロポストで鶴ヶジャンクション、8時52分、舞鶴若狭道を本当は鶴ヶジャンクションで分岐です。すぐに入り口合流、鶴ヶジャンクション入り口合流、 45.8 キロポスト、8時53分、はい、鶴ヶ出口、鶴ヶインター出口、46.2キロポスト、鶴ヶインター出口、8時53分。大変長い動画お疲れ様でした。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。鶴ヶインターの料金所です。ご視聴ありがとうございました。失礼いたします。